とにかく気温が低い、マイナスになっていると、全て凍っているというふうに考えた方がいいですね。特に今日はですね、昨日雪が降りまして、路面に随分雪がありました。で、昼間はですね、天候が回復して、太陽が出てですね、道路の雪はほぼ溶けたんですね。そしたら夕方になったらマイナス4度、5度、上の方は7度の世界ですね。そうなるともう昼間溶けた雪がですね、水となって残ってまして、それが全部、凍っているというのが今の状況です。はい。もうちょっと行くとですね、道が良くなりましてですね、だんだんインターチェンジが近くなってきましたね。はい。ここら辺まででですね、ちょっと用心した方がいいですね。安全対策の区間はほぼ終わりです。ここら辺からはですね、ほぼあまりきつい勾配もなくてですね、ほぼまっすぐな道をずっと下まで下っていくことができますけれども、それでもですね、やっぱりあんまりスピードを出すといざという時に止まれないという場所がいくつもありますので、気をつけていってくださいね。